もショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日この傘はいらないか。いやー、気温が20度近くまで上がると暖かくて本当に気持ちいいなー。いやー、雲一つない晴天だし、もう本当天国みたいだな。いや、徳川さん、このまま僕を本当の天国まで連れて行ってくださいなんてねー。あれ、寒い。そうだ、いいものがあるじゃないか。ふう、あったけー。これマジ最高だわー。はい、まあこうやって見るとですね、結構僕はコンパクトであることをその価値の優先上位に持ってきてるんじゃないかなというふうに思いました。ものを断捨離して、その後に残ったものをコンパクトにして、さらに空間やスペースやそういったものを開けていくと
いうので僕は進んでいったんじゃないかなというふうに思います。別にそうならなきゃいけないっていうことは全然ないんですけども、僕と同じようにですね、断捨離をした後にその収納面でもちょっとこだわってますみたいな、こだわるようになりましたっていう方がいたらですね、ぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画も面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。